スイトン水流弾の術。この霧の中で俺を倒そうなんざ甘いんだよ。こいつ、この俺が後ろを取られるとはな。ザブザ、お前は俺に勝てないよ。どの口がほざいてやがる。勝てねえのはお前たちの方だ。お前も分かっているんじゃないか。あのガキたちじゃ白の相手は荷が重すぎるってな。奴らには人を殺す覚悟はない。だが白は違う。小さい頃から俺が徹底的にファイティングスキルズを叩き込んだ血系限界という恐るべき機能を持った戦闘機械だ。忍びに感情は不要。必要なものは力のみ。貴様にもあのガキどもにもないものだ。お前はどうした。せっかく俺の背中を取ったんだ。かかってこいよ。まさか今さらおじけづいたってのか。なら俺の方から行かせてもらうぜ。いい反応だ。それくらいはやってもらわねえとな。忍びに感情は不要か。だがザブさん、お前ほどの男なら分かっているはずだ。たとえ忍びだとしても感情をなくし機械として生きることはできないと。お前もあの少年も人間なんだ。忍び刀七人衆の一人、首切り包丁の使い手桃地ザブザン、そして氷遁使いの白、波の国を舞台にこの二人と俺たち第七班は対峙した。ザブザはガトーという雇い主の命を受け、忍びという名の道具として一切の感情を殺し、ただ一心に、だが感情を殺すことなどどんな忍びにもできない。当然ザブザ、お前ごときじゃ俺に勝てねえよ。ザブザ、お前ほどの男がガトーに雇われるとはな。所詮忍びは道具だ。俺も白も目的のために今は道具として貴様をぶっ倒す。戦闘開始。目的を達成するまで俺は足を止める気はない。
ザブザの猛攻は凄まじいものだった。だが俺には己の迷いを拭い去ろうともがいているようにも見えた。一方、ナルトとサスケはもう一人の相手ハクと激突し、その力を前に苦戦を強いられていた。ハクはザブザの道具として、ザブザの望みのために。ただザブザのためだけにその脅威の力を振るっていた。くそ、強い。このままだと。君たちに恨みはありませんが、ザブザさんのためです。ここで消えてもらいます。戦闘開始。かつてのな、逃がしません。ザブザさんの邪魔をする者は誰であろうと倒します。ハクは確実にナルトたちを追い詰めていた。サスケは傷つき倒れ、残されたナルトもわずかの体力を残すだけ。ハクの勝利はもう目の前にあった。だがサスケの負傷を目の当たりにしたナルトは気力を振り絞り、鬼気迫るナルトを相手に、ハクは戦闘開始。逃がしません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 。
しません。逃がしません。逃がしません。逃がしません。行きます。恨まないでください。これも忍びの定め。勝負あり。なんとかなった。でもこの子の力は。怒りの拳を振るうナルトだったが、ハクはそれさえも退ける。しかし連戦により体は限界を迎えていた。その一瞬の隙を突かれ、ハクは致命的な一撃を受けてしまう。もはやナルトにかなわないと悟ったハクは己の最後を予感していた。一方、俺はザブザを徐々に追い詰めていた。奴のザブザの攻撃には明らかな迷いが感じ取れた。忍びの存在意義、そしてハクとのつながり。言葉では否定したとしても、根底はそうではなかったのだろう。迷いを抱えるザブザは最後の抵抗を見せるが、そろそろ決着をつけようぜ、カカシ。ザブザ、もう終わりだ。俺はここで終わらん。終わるのはてめえの方だ。戦闘開始。終わるのはお前だ、カカシ。俺は…さすがは忍び刀七人衆の一人、鬼人と恐れられた男。ザブザはその名に恥じぬ猛烈な攻撃を見せ、
戦いは拮抗した。しかしその心の内は忍びの在り方について大きく揺らぎ、隙を生む。生じた隙を補うために白は命を懸けてザブザを守り、そして散った。ザブザの道具として生きていた白、その死に対しザブザは表面的には冷静を保った。しかしザブザにとって白の存在は決して道具ではなかった。この勝負の結末は見え始めていた。あとはザブザを仕留めれば全てが収束する。しかし事態はとある人物の出現によって急変した。ザブザの雇い主ガト、白を失い自らも負傷したザブザを使えないものと判断したガトーは、他の用心棒を使いザブザごと俺たちを始末しようと考えていたのだ。抵抗するにも俺もナルトも皆のチャクラは限界だった。だが一人ザブザだけは裏切りの雇い主に向けその眼光を光らせていた。もはや動かない両腕、口に一つ苦内を加え、ザブザは。うん、な、お前ら、あいつをやってしまえ。ずっとおそばに置いてください。この人数を相手に一人で勝てると思ってるのか。ザブザさんの夢は僕が叶えます。感情は不要だが、どうやら俺も無理だったようだ。吐く。連れてってやるよ、あの子のもとに。かかし、雪、悪いな、カカシ。ハク、泣いているのか。ずっとそばにいたんだ。せめて最後もお前のそばで。できるならお前と同じところに行きてえな。俺も。
行けるさ、ザブザ。二人一緒に。